皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は5月28日月曜日、今日の聖書の箇所は詩編88編の1節から18節までで、テーマは絶望を吐き出して望みを満たす祈りの力となっています。詩編88編一節から十八節。主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように、どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっています。死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっています。あなたは彼らをもはや覚えてはおられません。彼らはあなたの御手から断ち切られています。あなたは私を最も深い穴に置いておられます。そこは暗いところ、深い淵です。あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波であなたは私を悩ましておられます。セラ。あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼らの忌み嫌うものとされました。私は閉じ込められて出ていくことができません。私の目は悩みによって衰えています。主よ、私は日ごとにあなたを呼び求めています。あなたに向かって私の両手を差し伸ばしています。あなたは死人のために苦しい技を行われるでしょうか。亡霊が起き上がってあなたを褒めたたえるでしょうか。セラ。あなたの恵みが墓の中で述べられましょうか。あなたの真実が滅びの中で、あなたのくすしい技が闇の中で知られるでしょうか。あなたの義が暴虐の地で。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます。朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、なぜ私の魂を拒み、私に御顔を隠されるのですか。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。これらが日夜大水のように私を囲み、私を全く取り巻いてしまいました。あなたは私から愛する者や友を遠ざけてしまわれました。私の知人たちは暗いところにいます。詩編の第88編、この言葉を読んでの感想ですけれども、暗いよな、辛いよなというのがこの詩編の感想ですね。タイトルが絶望を吐き出して望みを満たす祈りの力となっていますけれども、本当にこの詩編の中にある祈りの言葉は絶望的な状況をこう吐き出している感じがしますね。3節、私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れているとか、私は穴に下る者ともに数えられ、力のない者のようになっているとか、死人の中でも見放され、墓の中に横たわる殺された者のようになっているとか、これはただごとじゃないですよね。人々の非難を受ける、
中傷を受けるだけにとどまらず、おそらく自分の中でもなんであんなことやっちゃったのかなとか、なんでこんなことになっちゃったのかなとか、そういう出来事がいっぱい思い起こされるような、あるいはいっぱい起こされないにしても現実的には実に重い深い罪深い出来事が自分の中に体験されて、あなたは私を最も深い穴に置いておられます、そこは暗いところ、深い淵です、とか、あなたの激しい憤りが私の上にとどまり、あなたのすべての波で私、あなたは私を悩ましておられます、あなたは私の親友を私から遠ざけ、私を彼の忌み嫌うものとされました、とか、もうね、出口なしの状態、八方塞がりの状態で自分の味方が誰もいないような気がする、みんな私の悪を知ってるような気がする、すべての人に軽蔑されているような気がする、ある意味でこう罪の責め苦といいますか、罪の呵責というか、それってそんな雰囲気を作りますよね。みんなが知ってるような気がする、心の中にやましいことがあると、なんか目と目があっただけでなんかその人に知られているような気がする。まさにこの詩編の作者はそういう出来事に直面して、そしてもう私は死んだも同然のような存在ですという言い方をしながら、それでも神様の前にその切実な心の思いを、心の願いを訴える、これは希望なんですよね。つまり絶望的だなとか、もうダメだなと思って、それを人にも言うことできず、神様に言うこともできず、自分だけでそれを抱え込んでいくと潰れてしまいますよね。そしてやっぱり積極的なことは決して考えられない。脳裏に浮かんでくるのはもう自虐的な、あるいは自分を殺したくなるような、そんな思いでいっぱいになってしまう、あるいは逆にある人に対する恨み、つらみ、ある人をそれこそ殺したくなるような思い、そういうことでいっぱいになってしまう、自分を殺すか人を殺すかどっちかのような、そういう極端な考えが頭の中にこう入ってきてしまう。詩編の素晴らしいところは、そういう思いを人に向けるのではない、自分に向けるのでもない、その現実を神の前に訴えるという方法を示しているところにあります。しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます、朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます、とこうあるんですね。神様、あなたは私に対して軽蔑し怒っておられるかもしれません。でも私はあなたの前に祈っています、私の祈りはあなたのところに届きます、そこにしか希望がありません、という告白。私は若い頃から悩み、そして死に瀕しています。私はあなたの恐ろしさに耐えてきて心が乱れています。あなたの燃える怒りが私の上を越え、あなたからの恐怖が私を滅ぼし尽くしました。つまり神様からの罪の責め苦があって、悔い改めないわけにはいかない、このままでいいはずがないという思いにもいっぱいになっている。イエス様の十字架がそこで心に響いたら、それは悔い改めるべき時ですよね。そう、イエス・キリストの十字架があるので、こういう気分でいっぱいになっていても、そうだ、イエス様に全部知ってもらって、イエス様に全部心をやり直してもらおうという、やり直させてもらおうという、そういう思いを不思議なことに聖霊は私たちの中に育ててくださいます。この詩編をもう一度ご自分でゆっくり読んでみてもらいたいのです。ここまで深刻な出来事を思い当たるということはないとしても、今のままじゃ良くないよなという思いがあるとしたら、ぜひこの詩編をもう一度自分で読んでみていただけませんか。そして、しかし主よ、この私はあなたに叫んでいます、朝明けに私の祈りはあなたのところに届きます。主よ、憐れんでください。死んだも同然の私、いや殺されても同然の私かもしれないけれども、こんな私でもイエス・キリストに会って許し、イエス・キリストと一緒に生きることができますように、と、新しい希望を持って生きることができますようにと
祈ってみたらどうでしょう。神様は決して私たちが自分の死を選ぶことを望んでおられないし、あるいは怒りに燃えて人を殺すことも神様は望んでおられない。いや、死にたいような思いが時々湧いてくることもあるでしょう。辛くて辛くてもう生きててもいいことなんか何も起こらないと思い込んでしまいたいこともあるでしょう。詩篇の作者もそれを通過しました。でも彼は祈ることを知っていました。そして祈りを受け止めてくださる神様がおられる。そう、相変わらず辛いところを通過するかもしれません。でも聖書は必ず御子イエス・キリストの十字架の血によって全ての罪から私が清められることを教え、イエス・キリストの十字架の血によって私が新しく生まれ変わって新しい人生を始められるということも聖書は教えています。ぜひ希望を捨てずに、主よ、こんなに辛い状況に私はいるのです、もう死んだも同然です、そこにしか希望がないように思いますという思いがあったとしても、詩篇を読んで思い出して、そうだ、祈ることができる、神様から希望をもらうことができると信じてほしいのです。自分の生活の中で自分でもううんざりするようなことを繰り返したり、あるいはある出来事がもう心の中に傷として残っていて、もうダメだなというふうな思いが湧いてきた時、絶望的な雰囲気の中に飲み込まれそうになった時、詩篇の88篇をぜひ読んでみてください。主、私の救いの神、私は昼叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように。どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。絶望しているあなたの心、あなたの祈りは神の前に届きます。そして救い主イエスキリストがあなたの絶望を担い、十字架の上で処分してくださいます。絶望して死を選ぶのではなく、イエス・キリストを通して命を選んでほしいのです。一言祈りましょう。イエス様、どうぞ私たちがどんなに絶望していても死を選ぶのではなく、主イエス・キリストを通してもたらされる新しい命、新しい希望を求めることができるように、思い返してイエス様に祈れるようにしてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。